皆さんこんにちは、シンクと申します。本日も完成性ナイトメアの続きやっていきたいと思います。やっていきましょう。ちょっと日にち空いちゃったんですけども、何があったっけ。あ、そうそうそう、クリューに殺された後でしたっけね、これね。さあ、じゃああのところまでちゃちゃっとやっちゃいましょうかね。よしよし、さささーっと。あれ、どうしたらいいんだろう。逃げたらいいのかな。ほい、よし。で、ここ日記、あ、日記の前にこれ、あ、引き出しには小さな穴が開いてるわね。じゃあこれ読んだらいいのかな。で、ここで、この日記で、クリューの存在が全くないっていうのがね、分かった状態でしたね。で、ここでヘレンが目が覚めて、ちなみにね、寝起きなんですよ。今、さっき起きたばっかりっていうね。起きたらね、娘寝てて、で、お姉ちゃんはね、学校に、プール、夏休みのプールがあるので行ったので、今だと思ったので、ね、収録してます。まあとりあえず起きないことを目指して。さ、これは逃げたらいいのかな。ヘレン、ヘレン、何、止まらなくていいよ。さあ逃げます、逃げます。自分の部屋に行けばいいのかな。あ、わかった、隣の部屋だ。これワンチャン逃げれる、出れるかな。ですよね。ですよね。さよなら。はい、ということで戻ってきました。行きましょう。お母さんたちの部屋に行けばいいんですね、これね。ここ行って、これ、これは仲の良さそうな親子が映っている。夫婦と思われる男女の間に立っているのは自分だ。これ私だ。それとお父さん、お母さん、裏面に手書きでヘレン14歳誕生日、家族3人でと書かれている。じゃああなたは誰。見たんだね。うん、この写真を見て、多分全部じゃないけど思い出したよ。ハルキお父さんのこと、リナお母さんのこと。そう、私の家族はお父さんとお母さんだけで、妹なんていない。そうだよ、私はあなたの双子の妹なんかじゃない、クリュウ。それならあなたは一体誰なの。今まで嘘をついてたの。ごめん、今はまだ言えない。そっか、でもいつかちゃんと話してくれる。かわいい、クリュー、クリューかわいいよ。クリューがすごい愛くるしい。うん、約束する。ありがとう、待ってるね。あと追いかけ回したりしてごめん、ちょっとどうかしてた。ほんとだよ、まったく。何されるかと思ったよ。殺されようとしてましたね、今ね。今すごく2回ぐらい私は殺された気がする。気のせいかな。もうあんなことしないで。本当にごめん。クリューが私の本当の 妹じゃなくったって別にいいの。
目が覚めてずっと一緒にいて、たくさん話して楽しかったし、安心できたよ。それに心配もしてくれた。あ、間違えた。それに心配もしてくれて、助けてくれた。さっきベッドまで運んだの、クリューでしょ？まあ、そうだけど。大変だったよ。重かった。それだけ憎まれ口叩ける元気があるなら心配なさそうだね。ついつい。ありがとう、ヘレン。こちらこそ。さあ、いつまでもここに留まっていられないね。そうだね。でも、行くべき場所はもう分かってるんだ。え？そろそろ教えようとは思ってたんだ。説明するね。おう。今私たちがいるのはヘレンの記憶の世界なんだ。私の記憶？道理で見たことある場所や時間だと思ってた。多少時間軸のずれ、前後している部分はあるようだけどね。少しずつだけどヘレンのなくした記憶を取り戻すために今頑張ってるというとこ。信じられないかもしれないけど、私たちは意識の中の存在になっているんだ。ああ、なるほどね。結構歩いたけど、全然疲れてないでしょ？言われてみれば確かに。お腹も全く空いてない。全然かな？お腹も全然空いてないくらい。取り戻すって言ったね。でも、繰り返すべき場所はちゃんと決まってるんだ。ここはあくまでヘレンの心の中だから。この状況を何とかしよう。何か探そうっていう気持ちに心はしっかり応えてる。それじゃあ、もし私がこの状況になった理由を知りたいって願ったら真っ先に見れないのかな。それは、そうできない理由があるのかもね。けど、それを知るために確実に私たちは進んできたよ。あら、ヘレンの意識が私たちを導く。だから次の場所はもう決まっているはずなんだ。次か。今度は何を見るんだろう。こういう原因になった現実じゃないかな。まあ、つい、なんだろう。ヘレン的な、ね、世界線だったら、つい最近に起きた出来事ってわけじゃないかな。校長先生、云々の後の、多分、なんか変な事件も起きたし、だからそれの時の同時に起きたのがヘレンのことなんじゃないかなって予想。次がきっと最後だよ。なるほどね。え？どうしてそんなことがわかるの？それを教えるときは、私のことも話すときだよ。ほう。セーブですね。おお、びっくりした。行こうか。特には何もないみたいなんですけど。小さな穴とかああいう鍵みたいなのはなかったのかな、結局。なかったっぽいかな。あれ、こんな暗かったっけ今。まあいいか。とりあえず行きましょうか。で、多分こっちに新しいのが、あ、そうですね、ありますね。どうしよう。多分動画にしたら短いんで、やっぱり行きましょうかね。ちょっと、わーお。行きましょう。ヘレン？この先、何があっても私がいるからね。うん。ああ。雨です。雨か。あ、なんかある。手紙。手紙。何も書いてない。あった。真実を知る勇気はある？どういうことじゃ？何回かあったら変わらないね。え、なんか、今からボス戦でも行くかのような。ね。なんとか城みたいな。
なんとか城みたいなね。またって、勇者現れ、おお。雨結構強かったね。これ持って、これ持ってちょっとボスのところに行こうぜ。ツルハシがある、使い込まれているのか、歯はかけている。じゃあ使えねえな。大きめのボトル容器、中は空っぽになっている。持っていきますか、持っていきますね。持っていきましょう、じゃあ。天候と生態系に関する調査報告と書かれたのと。青々と茂る山。野草やね。この一帯の、この一帯の森林で積まれたものだろうか。まあやっぱこれですよね。よいしょ。取扱注意と赤い字で書かれた瓶詰めの液体がある。取りますか。はい。勢いよく燃えているの。壺の中に少し甘い香りする液体が入っている。ボトルに入れますか。入れましょう。戻しますとかの。いいえ。なるほどね。多分こう瓶詰めの液体はいるから、透明の液体なんだけど、すごく気になるからやりたい。まあそうだよね。まあそうだよね。赤い景色。エンド5。まあ、ごめん、そうだよね。そりゃそうだ。そりゃそうだ。一緒だった。どういうことじゃ？これ先でもダメってことかな？空のボトルでしょ？あ、やっぱり一緒なんですね。はい、すいません。茶番でしたね。ごめんなさい。ってことは、水をどっからともなく汲んでこないといけないってことか？あ、なるほどね。ボトルを、雨水を貯めることした。なるほど、なるほど。学校にでも行こうかと思ったけど、そんなことはなかったね。で、これで雨水を、消すと。なるほど、なるほど。入れて、消すと。奥に何かある。スイッチみたいだね。押します。おー、すげー。階段。なんでこんな隠すように。知られちゃまずい、まずいものってことだよ。なるほどね。ついて、あー、もう取れない。ってことは。なるほどね。つつく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 。今光った。雷かな？やばい。もう、ゾワってする。雷すごい嫌いってわけじゃないんだけど、苦手とかはないけど、ゾワってするね。着いたよ。ここがヘレンのお父さんとお母さんの真実の残された、真実の残された研究所だ。おお、壮大な音が流れておりますね。うわ、これ結構長そうな気する。鍵がかかっている。プレートには配合室と書かれている。ああね、入れた。これすごく長そうな気がする。ちょっと今ちょっと中途半端にセーブしたんですけど、じゃあ出口のところまで戻ろうかな。一応こっちの方も行って、わからないね。給湯室、ここ入れる。わー、絶対広い。ちょっとね、中途半端に切るのもあれなんで、この辺で一度切りたいと思います。てなことで、ご視聴ありがとうございました。次回もよかったら見に来てください。ではでは、バイバイ。